ルフィたちが仲間の奪還を目指して動くのと時を同じくして、白ひげは各地の海賊団に協力を呼びかけ、戦力の強化を図っていた。その一方で黒ひげ連合もエニエスロビーやインペルダウンなど政府の大規模施設を陥落させ、その成長の勢いは止まることがなかった。全く油断できない情勢下で、ゾロとサンジの奪還を目指すルフィたちはティーチがいるというエニエスロビーを目指して航海を続けていた。その途上、とある港町で囚人たちを追い回すインペルダウンの監視たちを目撃する。な、監視たちが囚人を追いかけているようだがね。こんな場所に監獄の監視どもがいるなんてのは普通じゃねえ。奴らも黒ひげ連合に下ったってことかよ。以前のティーチならマゼランに手も足も出なかっただろうが、奴の力はそこまで強くなりやがったってことか。おい、ビースタだ。あそこにビースタがいるぞ。ビースタが？本当だよ。こんなところに。まさか連れ戻しに行こうというのかね。そんなことではいつまで経っても。うるせえ。仲間よりも大事なもんなんてあるかよ。そうだよい。親父、行かせてくれ。行かせねえわけあるかよ。ミスターは俺たちの家族だぜ。しっかり連れ戻してきやがれ。囚人どもを絶対に逃がすな。この場で処刑しても構わん。引かれちまった監視どもを蹴散らして、今度こそピスタを連れ戻せ。いや、囚人たちも結構な弾が装備であがる。味方に引き入れられりゃ儲けもんだが。Oh!
伝説のバギーさんでは、しばらくしたら一気に畳みかける。いつでも出られるように準備を整えておけ。やった、観念しろ、観念しろ。かけた分はこの剣で返そう。
伝説のクルー大海賊道家のバギー船長だろ。確かに俺だが。あんたがいりゃ怖いもんなしだ。俺たちを部下にしてくれ。え？バギー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 。こりゃ起死回生のチャンスかもしれねえぞ。静まれ派手バカ野郎ども。おめえらこの俺に命を預けてみるか。キャプテンバギー、俺たちはあんたについてくぞ。行くぞ野郎ども。新生バギー海賊団旗揚げじゃ。キャプテンバギーに続け。おい赤っ鼻、元気そうじゃねえか。ここは一つ海賊同士手を組まねえか。白ひげ、俺様の人だったのに。よく企んでやる。その手に乗るか。仕方ねえ小僧だぜ。痛い目を見せなけりゃ話が通じねえか。一度向き合ったらそれは逃げねえ。ゴムゴムの巻き込まれたものだ。とりあえず毒は私に任せるがね。ゴムゴムのヘッドホン。ゴムゴムのヘ
ったかよ。どこまで頼まれたら仕方ねえ。いいだろ、手を取るじゃねえか。白ひげ相手に同格だ。俺たちもついてくぜ、キャプテンバギー。やれやれ、ついつい活躍してしまったがね。我が物を覚悟しろ。敵本拠地に突撃じゃ。手がいいじゃねえか。野郎ども、あの妙な野郎に注意しな。口をさまよいたいか。同じ相手に二度も負けねえよ。そうじゃ海賊王になれねえからな。我が物を
親父、すまねえ。俺はとんでもねえことを。許せよビスター。息子一人守ってやれねえとは俺も衰えたぜ。悪いのはティーチの野郎だ。早くなんとかしねえとな。親父、エース、すまねえ。そんで、なんでお前ここにいるんだ。ヒロヒゲにどうしてもと頼み込まれちゃ、俺の男だ。力を貸してやろうと決めたのよ。天下目前まで上り詰めた大海賊同盟の元名手である俺様が来てやったんだ。大船に乗ったつもりでいやがれ。その同盟をあっさり黒ひげに乗っ取られたんでしょ。だが、それも事実だ。黒ひげのやつをぶっ飛ばすまで収まらねえんだよ。じゃあ一緒に戦おう。黒ひげをぶっ飛ばしてるのは俺だって同じだからな。え？おお。でもそれにはゾロとサンジの力がいるんだ。先を急ごう。エニエスロビーで2人が待ってる。